バスケットボールフィリピン代表は、フィリピンにおけるバスケットボールのナショナルチームである。愛称は、キラスフィリピナス。現在は SBP によって組織されている。アジアではいち早くプロリーグを立ち上げたこともあってか、アジア選手権では第1回をはじめ、通算5回の優勝を誇る。また、1954年世界選手権でアジア歴代最高位となる3位に輝く。 アジア選手権最後の優勝は1985年で、翌年の世界選手権予選も兼ねた大会であったが、エルサカ区名のため世界選手権は辞退した。1990年のアジア大会では、フィリピンプロバスケットボールリーグの選手によるフィリピンドリームチームを結成したが、決勝で中国に敗れている。しかし近年は、アジアにおける競争が激化し、加えて、 国際大会から締め出しを受け成績も伸び悩んでいる。なお、現在アジア大会に参加するチームは PBA の選手によって構成され、アジア選手権はリーガフィリピナスの選手が中心となっている。フィリピンの国内バスケはこれまでフィリピンバスケット協会が統括していた。2005年にナショナルチームの招集をめぐり、PBA をはじめとする各連盟間の対立が激しくなった。 そのためフィリピンオリンピック委員会から資格停止を受けた。その後新団体としてフィリピンバスケットボール連盟は発足しフィバ加盟へ動いたが認められず、7月よりフィバから資格停止となった。その間、自国開催の東南アジア競技大会が行われていたがバスケットボール競技は開催されず、2007年バップと PB が統合。新団体、 SBP が誕生し、国際舞台に復帰。アジア選手権では、主力不在の中国に勝利し9位で終えた。2013年、自国開催のアジア選手権で準優勝を決め、1978年以来36年ぶりのワールドカップ出場を果たした。2014年 FIBA バ,バスケットボールワールドカップでは、グループリーグのセネガル戦で延長戦の末勝利し、 一勝四敗の21位という結果に終わった。2015年バスケットボール男子アジア選手権では2次ラウンドで日本に勝利するなど4勝1敗の成績でグループ首位で突破し、ファイナルラウンドの準決勝でも再び日本を撃破するなど中国との決勝戦に進出したが敗れ準優勝という結果に終わった。二千十六年地元マニラで行われた リオデジャネイロオリンピック予選に出場。グループリーグでフランスとニュージーランドに敗れ、本大会出場を逃した。2017年フィバ男子アジアカップでは、グループリーグを首位で通過し、レギュレーションにより、決勝トーナメントは、自動的に、クォーターファイナルからの出場となったが、韓国に86の118で敗れ3大会、連続の決勝進出を逃した。 2019年 FIBA バ,バスケットボールワールドカップ予選では1次ラウンドで日本相手に連勝したもの最終戦のオーストラリア戦で乱闘が発生し FIBA からの処分の結果多くの主力選手を出場停止で変えた2次ラウンドでは通算3勝4敗という結果も総合成績により予選突破となった2021年ニュージーランドの出場自体によりベオグラードで開催される 東京オリンピック予選に繰り上げ出場となった。カイソットを中心とする若手中心のロスター編成で臨んだもののグループリーグでセルビアとドミニカ共和国に敗れ本大会を逃した。フィリピン対アルゼンチン、ベルボルンオリンピックフィリピン対クロアチア2014年ワールドカップ。ありがとうございます。